ケアハーディ・ジェームズ・ケアハーディは、スコットランドの社会主義者、労働運動家。独立労働党及び同党を源流とする、労働党創設者の一人にして、イギリス初の独立労働党所属の庶民院議員となった。スコットランドのノースラナークシャー、マザーウェル近郊の町ホーリータウンにほど近い、ニューハウスに生まれる。母マリーケアは、家政婦、父、デイビッド・ハーディは、 船大区であった。小沢山のハーディ家は、間もなくグラス号の造船業が盛んな地区に移った。父は、船員としての生活よりも造船所での安定的な雇用を求めたものの、不安定な雇用環境には打ち勝てず、家計は苦しいものであった。こうした事情から、7歳で、帰船会社の方向人に出されたことにより、正規の学校教育を受けられなかったものの、 両親から読み書きなどを教わり、囲碁の独学に必要な最低限の教養を身につけた。その後は、様々な低賃金の仕事を続けた。グラスゴー近郊の町、クライドサイドで大規模なロックアウトが発生すると、労働組合員であり、かつ、一家の大黒柱たる父も半年間にわたり一時帰給を余儀なくされ、ジェームズ少年の発給が、唯一の現金収入となる。 家具などを徐々に手放して生計に当てていたものの、生活は苦しく、母も妊娠し仕事が続けられなくなるなどの不運も重なり、兄弟の一人が亡くなった。ジェームズ自身も遅刻を2回したことにより失業し、父は仕方なく、船員としての仕事を選び、母は、グラスゴーから当時母方の祖母が住んでいた、ニューアートヒルに転居した。10歳にして、 高山で1シフト10時間の換気口の担当の仕事を得るとともに、ホーリータウンの夜間学校へ通った。その後、父は、船員の仕事を辞め、エディンバラとグラスゴートを結ぶ、鉄道路線の建設工事に従事、工事終了と同時に、クォーター村へ移り、ジェームズは最短府などを経て、20歳になる頃には、一人前の熟練労働者となっていた。 この頃からケアというあだ名で知られるようになった。一方、鉱山以外の世界を垣間見たいとの思いから、母から勧められて、即帰術を身につけたほか、福音主義団体や、禁酒運動にも参加したのは、この時期のことである。献身的な伝道を通じて、やがては演説の技術を得得とく、同僚からも、弁の立つ人物として、 評価を受けることとなり、交渉役として支持されるようになった。しかし鉱山経営者からは、アジテーター扱いされ、ほどなくして、ジェームズ以下二人の弟は、地元の工業において出入り禁止を喰らう羽目になった。スコットランドの鉱山経営者は、ハーディを鉱山から締め出すことで、アジテーターの排除を意図したものの、結果的に大失敗につながった。 23歳となったハーディは炭鉱を離れたものの、労働組合の活動に即座に適応した。こうした中、1879年5月に、スコットランドの鉱山経営者が共謀して、賃下げを強行すると、組合結成の機運が一挙に高まった。同年7月3日、経営人との交渉役として、白羽の矢が立つと、 スコットランド南部の他の鉱山労働者代表らと接触を繰り返した。3週間後、グラスゴーで開催される交付全国会議の代表に選ばれ、同年8月には代表機関の長に指名された。こうして、ーソールガナイザーとしての新たなキャリアを踏み出していった。1879年10月16日、ダンファー・ムリンの交付全国会議で初期長に就任するが、 この役職は名目上のものであり、全国の組織を統一するまで時間がかかり、具体的な権限や役目は数年間決まらなかった。しかし、翌1880年に入り、ランカシャーで発生した交付による大規模なストライキをはじめ、同地域を席巻する労働運動の最中で中心的な役割を果たした。駆け出しの組合は資金が全くなかったが、 ハーディホカ、ロー祖幹部は、地元の商店と交渉して、出世払いで、食料品を手に入れてはスト中のコーフの家族に差し入れ、スト期間中は、自宅で新婚の妻の協力のもとスープキッチンを開いていたという。結局、ランカシャーの鉱山ストは、失敗に終わるも手腕は認められ、エアシャーのコーフに招待され、カムノックに妻と共に転居し、一年余りの時間を、 かけて、労働組合の立ち上げに尽力した。1881年8月には、エアシャーの交付が1割の賃上げを要求するも、経営者により、即座に申し出が拒絶されると、スト期間中の手当に当てる、資金不足にもかかわらず10週の長期にわたるストを、決行した。交付は要求貫徹を前に、職場復帰したため、 このストも、名目上は失敗であったが、復帰後に経営者は、今後のストを避けるために賃上げを提示したため、結果的には成功であった。家族の生活費用を考えてハーディは、ジャーナリストとしての活動をはじめ、労働者よりの自由党とつながりが深い地元市へ、寄港したのが縁で、同党に加盟し、党員として、積極的に活動を続けた。また、 それまでと同様禁酒活動にも力を入れ、地元の禁酒団体の一員として活動した。1886年8月、従前の活動が、ミノリスコットランドの交付による強力な労組、エアシャー交付組合が誕生した。オルグ担当として、年間75ポンドの給料を手に入れるまでになり、1887年新たな、観光物、交付を創刊するに至る。 ケアハーディの肖像が政治活動を始めて間もなくは自由党へ支援活動を行っていたが自由党の有力者のウィリアム・ブラッドストインが掲げる経済政策には幻滅するようになり同党の掲げるリベラルな政策も労働者階級の要求を十分に組み取ることができずまた組み取る方向に変わっていかないと考え始めた自由党が労働者の票を集めることを考えている 一方で、当時としては、急進的な改革を実行する気がないと考え、庶民院議員になることを決意した。1888年4月、ミッドラナーク選挙区から無所属候補として出馬した。当選には至らなかったものの、同年8月25日に、グラスゴーで開催の集会で、スコットランド労働党が結成されると、 初代初期長に就く。なおこの時、当主には、ロバート・カニンガム・グレアムが就任した。カニンガム・グレアムは後に、社会主義者としては初めて議会議員に、当選したばかりでなく、スコットランド国民党の前身たる、国民党の創立者となった。1892年、ウェストハムサウス選挙区のエセックスから要請を受けて、サイドリック候補した。 この選挙において自由党は、候補者擁立を断念した一方で、ハーディを支援することはなかったものの、保守党、候補4036票に対し5268票を得て見事初当選を果たした。初党員にあたり、当時の議会で清掃とみなされていた黒の、フロックコートにシルクハット、他の労働者層出身の議員が身につけていた襟を拒否した。 ツイードの背広に赤ネクタイ、鳥打ち棒を身にまとったという。議会では、所得税への累進課税や学校無償化、年金、婦人選挙権の導入とともに、貴族院廃止を訴えた。翌1893年には、ハーディラを中心として、独立労働党を立ち上げる。同党決闘は、自由党をして、従来評伝としてきた労働社会級の票を、 脱ッしてしまうのではないかと危惧させた。1894年、ポンティプリッドで251名の候補が死亡した、爆発事故がに起こったことに衝撃を受け、犠牲者の遺族に対する弔辞を交代し出生の、ノリトに加えるべきと主張した。提案が入れられなかったことから王室を攻撃する、演説をぶち、庶民人を騒然とさせた。 1895年の選挙では落選した。以後5年間にわたり労働運動や各種集会への参加を積極的にこなすものの、ロンドンで、婦人参政権集会参加中に逮捕されたが、独立労働党指導者の逮捕の影響を懸念した内務大臣により釈放された。1906年イギリス総選挙に際し、ハーディが発表したマニフェスト1900年。 広範な労働組合の他社会主義者が集い、労働代表委員会、そして労働党が誕生する。同年には2議席が割り当てられていた、マーサーティードビル選挙区に労働党から出馬し、当選した。以後、引退までこの議席を守り続けた。なお、同党からは、ハーディ以外にも当選者が一人おり、ささやかな出だしながらも、以後議席を増やし続け、 1924年政権獲得に至ることになる。この頃、保守的な労働組合運動の支持を受けていた政府は、支持が極度に落ち込み、時のヘンリー・キャンベル・バナマン自由党党首は、次期選挙で労働、自由両党の間で票を奪い合いとも倒れとなる、事態が生じ得ると懸念していた。これを回避するために1903年に労働党と自由党は、 ラムゼー・マクドナルドとウィリアム・グラッドストンの子である、ハーバート・グラッドストンの交渉をもとに、通称リブラブ合意のかつては無風区とされていた、選挙区も脱出し、保守党の重鎮のアンサーバルフォアの地盤であった、マンチェスター東部選挙区に至っては20%の得票差をつけるなど、イギリス史上稀に見る対象となった。しかしそれ以上に注目すべきは、 同選挙で労働党が29名当選したことであった。1908年、ハーディは党主職をアーサー・ヘンダーソンに前然上し引退した。女性を婦人参政権獲得運動に費やし、労働党出身の活動家のシルビア・パンク・ハーストと親交を深めた。また、インド自治や南アフリカでのアパルトヘイト廃止を支持する論人を張る。 1909年に渡米し、同国内の労働運動組織を分断し続ける、旧進派間のセクト主義を批判した。これを受け、アメリカ社会党などが、統一組織の立ち上げを目指したものの、対立は解消せず、アメリカの社会主義政党は影響力を失うこととなる。第一次世界大戦に際しては、金内平和路線を拒否し、停戦を求めて、 他国の社会主義者とも共闘して、反戦ゼネラルストライキを起としたが、連帯は失敗した。ハーディの立場は労働党内でさえ少数派であった。ものの、良心的兵器拒否者を支援しながら、全国を回り反戦デモに参加し続けた。脳卒中を患い入院したが、1915年9月26日、グラスゴー市内の病院で死去した。 葬儀は平和運動家で友人のトーマス・ウェバン・ニコラスによって営まれた。ケアハーディゾー、第二インターナショナルに参加していたものの、協情主義を取り入れず、宗教を否定せず、あくまで現実的で柔軟性に富んだ、恩恵社会主義を目指し、自ら立ち上げた、社会主義政党もスカンジナビア諸国以外における、それよりは、選挙の上でも、政治的にも、 大きな成功を収めた。労働党、決闘100周年にあたる2006年12月2日、かつての選挙区で、ケアハーディの共造除幕式を挙行されるなど、各地に足跡を残している。出生地のホーリータウンの英雄であり、子供時代に住んでいた家が保存されており、地元のスポーツセンターが、ハーディの名前を使用している。また、イギリス各地の40の通りに名を残している。 2008年9月23日にマンチェスターで行われた党大会では大議員の投票により最も偉大なる英雄に選ばれるなど今なお影響力は衰えていない。ありがとうございます。